こんにちは、ガマちゃんズチャンネルです。このガマちゃんズチャンネルがですね、もう少しでなんと登録者1000人を迎えるっていうことで、まずはいつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。本当ただの自己満みたいな感じで最初は始めたんですけど、みんなにね、かわいいかわいいって言ってもらえて、もうすっかり私は嬉しくなってしまって、ここまで YouTube を続けてこれました。これからもマイペースにね、動画を投稿していこうと思ってるので、皆さん引き続きよろしくお願いします。つうことで、1000人のお祝いっていうか、1000人ってなんかちょうど節目なので、なんかしたいなって思ってて、で、私のもう一つの YouTube チャンネル、サワチャンネルっていう YouTube のチャンネルもやってるんですけど、そっちの方では1000人行った時に YouTube ライブ、その1000人ありがとうございます、感謝の儀みたいな感じでやったんですけど、まあこっちのガマちゃんズチャンネルでも同じようにガマちゃんズチャンネル1000人感謝の儀みたいなのをやろうと思ってて、まあ全く同じなんですけど、さっきと。やばい、爪が割れた。これはやばいぞ。ビッてやったら、ガッていきそうな感じ。で、なんですけど、なんかそれだけじゃちょっとつまんないなと思って、せっかくだから、なんかその YouTube ライブ以外にも、なんか節目にやりたいなと思って、あ、LINE スタンプ作ろうって思ったんですよ。なので、1000人到達した暁には、ガマちゃんズチャンネルの LINE スタンプを作って販売しようと思います。ただですよ、ものすごい問題があって、私、絵心ないんですよね。全然ないの、絵心。でも、この間、LINE スタンプ作ろうかなと思って、で、なんとなくメモ帳に、あーって書いてみたら結構うまく書けたような気がして、ヒガエルがね、なんで、いや、これもしかしたらいけるかもなと思ったんで、ちょっと今からね、 LINE スタンプ作って申請しておこうかなと思って、今日はこれから絵を描きます。で、一応モデルはこのガマちゃんズ、できればガマちゃんズの3匹にしたいんだけど、ちょっと3人描く画力が私にはないので、とりあえずこの中の1人代表で今ちょっと出てきてもらって、見ながら絵描くみたいなことをやりたいんですけど、まあね、ガマちゃんズのアイドルって言えばメンちゃんなんで、まあモデルはメンちゃんにしようかなとも思うんですけど、あのね、私の中で、その、すごい絵に近いようなキャラクター的な感じの要素を持ってるのは、メンちゃんじゃなくて、オヤビンなんですよね。いや、ほんと、飼育してる中で、ただね、オヤビンのことを、いやー、ケロケロケロッピみたいだなって思うような表情をしてる時があって、いや、ちょっと待って、ケロケロケロッピだなって言っちゃうと、ケロケロケロッピに失礼だから、ケロッピにしとこうか。そう、親瓶のことを、いや、ケロッピだなーって思うことが多々ある。なんかこう、キャラクター的な可愛さっていうか。なんで今回はね、ちょっと、とりあえず親瓶にモデルになってもらって、絵を描いていこうと思います。イエーイ!親瓶。うわ、ちょっと、うわー、つぼされてる今。親瓶にここのつぼされてるんだけど。すごい、すごい力強い。わかります?親指今、私の手ギュッて、おーおー。すごい力だ。やっぱオスは力が強いね。親指、ちょっとモデルになってくれ。話して。じゃん。100均で買ってきました、スケッチブック。親指今、カメラの真下にいます。おやびん、そこじゃないのよ。こっちに来てくれません？あ。おやびんさん。おやびんさん、いいですか？ちょっともうそのまま描くよ、後ろから。こうなって、鼻がここにあって。おやびん、動かないで。なんだこれ。やばい。すでにやばい。っていうかさ、絵心ないっつってんのに、いきなり後ろ姿から描かせるって、ちょっと親瓶、酷なんじゃないこれ。無理だよ、親瓶。もうやばいよ。どうすんのこれ。なんだこれ。あ、でもちょっとうまいかも。え、ちょっとうまいかもしんないよ。え、ちょっとマジで。
ほら、え、ちょっとこれ、あ、お風呂が沸いた。これ私の中でめちゃくちゃうまい方なんだけど、こうじゃないんだよな。親瓶のさ、親瓶のこの表情を描きたいんだよな。親瓶、あ、親瓶ちょっとここいてよ、ここにいて。お願い、コオロギあげるから、コオロギあげるから、お願いします。上向いててほしい。ダメか、うん、もうちょっと上向いてほしいな。お、ちょっと、もうちょっと、あ、いいねいいね、動かないでな、やべえ。あー、失敗した、難しいな。ちょっともう、なにこれ。ちょっと待って、もうアウトじゃないこれ。これ何、これ、何これ、気持ちはわかるけどって感じだよね。おやっぴん、おやっぴん、ここいて、ここにいて、うん、そこにいて、ここにいてね、いいですか。そう、それ、おやびそのままね。かわいいかわいい、すごいかわいい。ああ、おやびさんちょっと待って。すごいいいところですから。ちょっとちょっとちょっと。あー、失敗した。あ、横顔もいいね。横顔いいよ。うんうんうん。いいいい。いい感じ。すぐ描くから。近づいてくな。違うんだって。ちょっと。こうか。目が怖くなっちゃったな。おやべ、違うんです、邪魔しないで、ここダメだ、何これ。なんか何回トライしても目、なんか目がこうなっちゃうんだよな、なんでだろうか。横顔描こうとしてんだけど、気持ちはわかるでしょ。あー、おやべ出てきたな。あんたの方が100倍可愛いじゃない、この絵より。おやべ、もう完全に想像で描いた、もうこれで限界、私の最大限の力です、これが。あー、全然違う。あれ、もっとうまく描けたんだけどな、この間。ちょっと待って、そのメモ持ってくる。見えますか、これほら、めっちゃうまく描けてない、これ。超かわいいでしょ、このカエル。あ、やっぴん、冷たい。あ、ちなみに、この上のは、私が学生の頃から唯一ずっと描き続けてるキャラクターで、これ犬です。ワンちゃん。これは犬です。いつかこのグッズも作りたいなって思ってるんだけど。マジの描けないや。こうなっちゃった、これが。なんでこ、なんでこんなに変わってんの。おかしいな。あら、おやっぴん。あんたが一番ケロピだよ。どうしよう。親瓶ちょっとそのままで入れる？もう一回トライするからさ。ちょっとそのままでいて。目だよな。目。丸にするか。あー、いなくなった。ちょっと。これで終わっちゃったんだけど、目丸く描いて。親瓶。